こんばんは、満月堂のみょんねるです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。課題の詳細は動画の最後と動画の下、このタイトルの下の細かい文字のところ、もっと見るのところをピッと押すとピュッて全部出てくるのでチェックしてみてください。さあ今日も今日とて股関節を鍛える筋トレです。頑張りましょう。はい、あのね、今日はね、バードドッグっていうトレーニングをね、実演で紹介したいと思います。このバードドッグっていうのは、主に股関節と体幹を鍛えるトレーニングです。もう最近股関節づくめ、このずっとやってますけど、今日も股関節です。はい。あの股関節は本当にね、もう何回も言ってるけど、おちんちんに近い部分なので密接な関係があるんですよね。で、中でも特に骨盤底筋を鍛えることができるんですね。骨盤底筋は勃起に直結している筋肉なので、ここを鍛えると勃起力アップね、つながるんで、ということで、あとはね、この体幹鍛えるっていうことにもなりますね。この体幹鍛えるとなぜいいかというと、エッジっていうのは全身運動じゃないですか。なのでこのね、持続力のアップっていうのにも期待できるんじゃないか。つまりこれね、筋トレとしてはかなり優秀だと思うんだよね、バードドッグ。はい、じゃあ早速やってみましょう。レッツスタート。バードドッグっていうのは、なんか言葉の通りなんですが、犬のような四つん這いの姿勢から鳥のように羽ばたくっていう、運動なんですね。この体幹、お尻、そして股関節の可動域を広げる。さらには骨盤底筋を鍛えるっていうね、めちゃくちゃこれ、一石四鳥五鳥ぐらいのトレーニングですよね。で、骨盤底筋って、そんな俺にはもう、はしないから関係ないとか、そういうことじゃなくてですね、おしっこ、尿漏れ、キレが悪いってありません？あるよね。そこら辺のキレが良くなったりとか、おしっこ我慢するときにちょろって出ちゃったとかっていう、そのね、あれがね、なくなってきます。自然に我慢するとき、うって使ってるときの筋肉なんですよ。これが実はね、それ昔ってキレがめちゃくちゃ良かったなってあると思うんですけれども、加齢、それから長時間のデスクワークなどによってもね、自然に衰えてきちゃうんですって。骨盤底筋が衰えるとどうなるかっていうと、 ED、勃起不全、勃起力の低下っていうね、悩みにね、もうつながっちゃうんですよね。だから今日このバードドッグ、皆さんぜひ簡単なのでやってみましょう。はい、ではまず四つん這いになります。腕は肩幅、膝は腰幅に広げてください。で、顔は真下か手のちょっと前を見ます。で、この時点でもうお腹にグッと力を入れておいてくださいね。そして右手を前に差し出します。もうこの時点で結構きますよ。で、左足をぐーっと後ろに伸ばします。で、この時に左手だけで支えようとすると左手がめちゃくちゃ辛いので、お腹にしっかり力を入れてお腹で支える。顔は下を見たまんま、いいですか？5秒いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、ゆっくり戻してください。はい、結構きついですね。反対もやってみましょう。はい、では反対をいきます。まずこの時点で背中まっすぐにして、ポジションをしっかりとって、背中まっすぐにしてから左手を伸ばします。お腹に力を入れてください。そして右足をぐっと羽ばたく感じのポーズですね。で、ついてる方の手と足で体を支えるのではなく、お腹で支える、体幹で支える。深呼吸をしながら5秒いきましょう。せーの、1、2、3、4、5。はい、これがバードドッグです。いかがでしょうか皆さん。できました？できました、できました、よかったです。はい、注意点としては、腹筋に力を入れる、で、骨盤底筋をキュッて締めるっていうイメージで行ってください。顔は常に下を向いたままで大丈夫です。これをですね、5秒キープしましたね。5秒キープして左右しました。これをまずは10回、10セットを目安にやってみてください。はい、このバードドッグというのは、勃起に直結している筋肉の骨盤底筋、それから接骨力に
関係している体幹を同時に鍛えられます。まさにね、筋トレとしてちょうどいいんですよ。あとお尻も鍛えられるから、いいお尻の男はモテますので、これめちゃくちゃ最高です。女性にもいいですね。この骨盤底筋とかのインナーマッスルっていうのは目に見えない筋肉なので、衰えがね、わかりにくいんですよ。こことかだとね、わかりやすいけど、この中なのでわかりにくいんですね。なので、影響力が出る前に、勃起に影響が出ちゃう前に、今からインナーマッスルを鍛えていきましょう。では最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。今日のような筋トレ、筋トレ動画もたくさん出しておりますので、毎日1個ずつやるとかね、でもいいと思うのでやってみてください。それから、毎日コツコツ1駅分を歩く、1駅ウォーキングもおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。で、その中で足りない栄養素をサプリで補うことをお勧めしております。こちらの妙おすすめのエールマカサプリ。これね、この3つの課題に通ずるので私好きなんですね。夜ぐっすり眠れて朝の目覚めが良い。朝から元気に動けて集中力が夜まで持つ。仕事の効率がアップしたという声をいただいております。さらには、体の疲労感がなくなって元気になる。ことによって男性活力もアップして回数、持続力、満足度がアップしたっていう声もいただいております。あとはね、仕事もプライベートも両方諦めなくて良い、両方つかみ取ってやるぜっていう元気が出てきて、それが自信につながったっていう声もいただいておりますので、とにかく続けていただきたいんですが、最低でも3ヶ月サプリなので続けてみてください。今なら初回1ヶ月分をたった500円で購入できるキャンペーンやってますので、必ずこの概要欄の URL から購入するようにしてみてください。3つの課題、3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。でも心のリラックスどうするんだろうってちょっと分かんない方も多いと思うので、まずは体を締め付けない、体を緩めるリラックスさせるってことをやってみてください。お家帰ってきたらネクタイ外してスーツ脱いでリラックスしますよね。その時に下着もとにかく一番大事な下腹部、そこを締め付けゼロにするということが大事になってきます。こちらの満月堂のふんどしパンツ履くと締め付けゼロ状態になって、ぐっすり入眠具合も変わってきますし、翌朝のスッキリ度も変わってきますので、ぜひ試してみてください。最近人気 YouTube 番組令和の虎に出演させていただいて、虎の皆様がね、このふんどしパンツの良さをね、体感してくださってるので、そのね、体感の感想をぜひ皆さん番組でチェックしてみてください。ショップのレビューも皆さんね、ぜひチェックしてみてくださいね。ということで、質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内なんかも LINE からしておりますので、質問何よっていう方もとりあえず LINE を登録してスタンプを押しといてくれれば、私もスタンプを押し返します。インスタ、ツイッターで私の普段の様子とか流しておりますし、あと皆さんこのね、 YouTube この番組チャンネル登録してくださってますか？ありがとうございます。もしあっちゃんまだしてなかったなって方いらしたら、今すぐチャンネル登録しておいてください。ということで、次の動画までの宿題です。3つの課題やってくること、ふんどしパンツ、令和の虎を見ること、ショップのレビューをチェックすること、サプリをチェックすること、そしてチャンネル登録してくること、忘れずに宿題やってきてください。では次の動画でお会いしましょう。満月堂のみょんねでした。